イクの首の一つや二つ首やで、マイクの首の一つ二つなんぼでも元に戻るんだよ。だけでお前はもう元に戻れねえぞ。そうなったでしょ、分かってんだろ。やるんだよな、そう相当の覚悟終わってやるんだよな。俺を二冠の偉業達成のための海台だ。俺はインターホン打ち巻いたことねえよ。だけどそれでも俺を踏み台だって言うんだろ。それ相当の価値が俺にあるってお前にも分かってるよ。それはそうだ、俺なんかに負けて、負けたままで二冠王者になれるわけなんてねえんだ。身をもって分かったの。あれ、今までの俺違うなっててめえでも気づいてんの。それがねえからてめえは口ばっかなんだよ。あの時みたいに、初対面の時みたいに俺を殺すようなね、今日もしてたぞ。その内藤に勝たねえと俺もねえから。これで失礼するだろうと、本気のお前を潰せば両国で言った通り、お前ができなかったこれは全部代わりになってるよ。静かに眠れ、大阪まで。とどめとどめ、お互い本気のとどめだ。あとは俺に任しとけ。いいか、いや俺はそのドームドーム大田区ジャンボ鶴田も大田区で三冠統一したんで、同じ場所同じこと言ってやるよ。なあ、腹立つな、おい鈴木みのるのエルボー、いて以上にな。とにかく腹立つんだよな、これ。内藤選手、内藤選手、昨日のやってやるよっていう発言がありましたけれども、やるに決まってるだろうという発言がありましたけれども、太一選手がインターコンチの次期挑戦者決定戦にしろという要求、その他諸々の要求を全て受け入れた上でシングルマッチをやられるということでよろしいですか。ポルスベスト、シー、ああ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